一番ちょっと衝撃受けたのが練習の意識。これなんで海外に行こうと思ったの？環境変えないといけないとか、うん、挑戦したいっていう気持ちもあったし、ウラレッズはさ、牧野にとってこうどんなチーム、うん、自分を強くしてくれるクラブだなとは思います。で、2009年5月に日本代表に初招集、はい、これあの時に初めての監督でしょ？そうですよ、俺の初めての監督だから。俺の初めての監督がワールドカップの最終予選、うん、いやその前のキリンチャレンジカップか、うんうん、に呼んでもらって、岡田さん久しぶりです、うん、あの時ですねっていうことでよく来たなって、いやなんか感動でしたよ、あの時は。初招集、はい、どういう気持ちだったの？いやもうね、自分がテレビに見てた日本代表ってこんなにすごいんだって改めて思って、もういろんな選手たちがもうテレビで見てた選手がそこにいるわけですよ。でプレースピード、フィジカル、うん、一番ちょっと衝撃受けたのが練習の意識、うん、こんなにもレベル違うんだなって思って、だから最初2週間ぐらい行ったのかな、もうどうしたらいいか分かんなかったです。うわどうしよう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 、で2週間経ったんですよ。でこの時、実は最終予選のメンバー外発表されるんですけど、英二、うん、さん、松井大輔さん、香川、牧野、興梠慎三、この5人がメンバー外でスタンドで観戦するんですけど、もうあの時も5人並んで、うん、うわ悔しいって思ったら、松井大輔さんだけ、反対がいたんですよ。全員固まって見ろよって言ってんのに、松井さんだけ違うところで見てて、うん、うわあの人相当悔しいんだろうなって俺思ってました。ずっと。あ、そう、はい、こんなところで松井暴露されると思ってみんなで見ろよって言われてたみんなで見ろよ。いやでもね、あの姿忘れられなくて、だからその後のワールドカップの活躍があったんだなと思うと、なるほど、だってワールドカップレギュラー掴んだの英二さんとあの松井大輔さんだから、大事な試合でメンバーがなった2人が俺あのピッチに立ってる姿見て相当頑張ったし相当努力したんだなと思いましたもん。なるほどね、うん、そのさ、ワールドカップの発表の時ね、はい、どこで聞いたの？クラブハウスですね。会見を見てたの？見てました。僕2010年の南アフリカワールドカップの時に、うん、記者が選ぶとか、それこそ引退された選手が選ぶ23人みたいなのが新聞、雑誌、テレビでみんながわーってカメラまで語ってたんですけど、どれも入ってたんですよ。誰もが牧野を推してたんですよ。で、まあ僕もそれ見て、あ、入るんだろうなとか、当時のサンフレッチェもホテルの会見場も準備したんですよ。あ、そう、当時の、はい、準備してて、牧野、佐藤久と西川周作、この3人が候補に上がってたんで、うん、こう見てたんですよ、うん、で西川周作は3番手のキーパーとしても入ってたんで、うん、もう会見場に車で向かってたんですよ。でクラブハウスで佐藤久と牧野 で、うん、でこうやって見てたら、うん、川口義勝って待って、え、うん、義勝さん入ったの、うん、周作外れたみたいな。でみんなでこうクラブハウスで、すごいとびっくりみたいな声が上がってる、うん、その声にかき消されて岩政って言ってたんですよ。牧野って名前なくて、うん、ってなって、え、俺もだと思ったら久津さんも名前呼ばれなくて3人外れたみたいな。笑っちゃいけないけど、いや笑えな、でも笑うしかなかったです。で会見場ポシャった、うん、俺も、ね、ワールドカップ行けなくなったってなって、うん、クラブハウスがキーンとした雰囲気になってでもさ、はい、まあ、2010年にね、はい、J リーグベストイレブンに選出されて、はい、まあ、12月、はい、まあ、ヨーロッパの挑戦、はい、表明したんだけど、はい、これなんで海外に行こうと思ったの？一つはやっぱりワールドカップに落選して、うん、環境変えないといけないとか、うん、挑戦したいっていう気持ちもあったし、うん、代表に選ばれた時に内田、長友、香川、うん、この3人とずっとこれまで一緒にやってきて、うん、彼らが先に海外に挑戦して、うんうんうん、それから代表で会った時に、うん、たった数ヶ月で見違えるようなフィジカルとメンタルを手にしているのを見て、なるほど、置いてかれたと思ったんですよ。それを見た時に、あ、 J リーグにいたらもちろん伸びしろはあるんだろうけど、海外行くとこんなにも一気に差を広げられるんだって焦りがあって、うん、これはどうにかしてでも海外に行かなきゃいけないって思ったんですね。でその年の最後に僕は契約を切れる年だったんで、うんうん、広島から延長のオファーをいただいたんですけど、うん、海外に行きたいんで、そのオファーを断らせていただきますっていう話はしたんですけど、うん、ただその当時僕にはオファーがいつもないわけですよ、海外から。言ったらもう
無職の状態にしたんです僕で、シーズンが12月の8日だったっすけどあの時、うん、もう9日から海外にもう飛びますって当時のホッフェンハイムとドルトムントに練習参加して、うん、で2週間ぐらい練習参加してもうアピールですよ就職活動なんで、うんうん、でそこでドイツの練習参加してアピールはしたんですけど、うん、結局練習の最後に向こうの幹部の人に呼ばれて厳しいと、うん、獲得できないということを言われて、うん、日本行きの23日の飛行機に乗って、うんうん、成田に24日着いたんですよ、うんうん、その瞬間にマジかっていう電話が鳴って、うん、クリスマスイブですよ食べるねそう電話出たら、うん、バギー最高のクリスマスプレゼントですってドイツの HFC ケルンから、うん、正式なオファーが届きましたでそこから24日もうすぐ行きますそのまま飛行機乗ったのいやさすがにそんなさすがにあの家帰って一回落ち着かしてでまあそこで会見したりだとか、まあ、いろんなことを手続きやってそれでもう一回すぐ飛ぶっていう、うんはい、でやっぱりさ、はい、ちょっと置いてかれたかもしれないっていう、はい、こう気持ちをね持って、うん、ブンデス行くわけじゃない行きました、はい、J リーグとブンデスの違いっていうのは、うん、いろんなインタビューとかいろんな選手から聞くのが日本人の方が技術がうまいとかっていうのを聞くし、うん、言うじゃないですか、うん、そんなことはないっす、うん、日本人ももちろん技術あるんですけど、うん、海外の選手だってものすごい技術もあるし、うん、技術で勝てるんだろうなとは思ってはいったものの、うん、こんなにもやっぱり一つ一つの局面とかで違いが出るんだなって思うとワクワクしたんですよJリーグでできたのができなくなった自分と普段の練習からこんにゃろうってつっかみ合いぐらいをするなんかこだわりがあるチームこだわりがあるリーグに来れたのはすごく面白かったですねじゃあそれやっぱ慣れるまでに時間かかったの、うん、そうですねでも3日後にはロッカールームで裸になって踊ってましたねはい、向こうの選手と一緒に、はい、そうですねなんか、はい、向こうに先に行った日本人の選手からは言葉は分かんなかったらピッチじゃなくてロッカールームでナンバーワン取れって言われてたんですよまあそれはね、はい、浦和のロッカールームでも僕は散々いじられたんで、ね、いやすいませんすいませんでも、はい、そういうロッカールームでの自分のキャラクターを作り上げる見せるっていうのはちょっとやりましたねすごい俺なんか今つながったもんあきっとこうやってやってたんだろうなっていうのはいはいやってましたやってましただってロッカールームでさあのセグウェイみたいなやつあれとかでいきなり走ってくんだよロッカールームレースみたいにねやってましたよねしかも裸でそうでブンデスでね、はい、すごいって思ったこう、うん、選手とかいたまあ、ケルンで一緒にやっぱプレーした中では、うん、ルーカス・ポドルスキー選手ですね。あ、ポドルスキー、そうか、一緒にやってたんだよね、はい。ポドルスキーは、後に神戸来たりね、うん、日本でもすごい、いろんなことを仕掛けてくれましたけど、うん、ケルンでのポドルスキーの立ち位置っていうのはものすごかったっすよ。もう王様中の王様なんで、一回暴動が起きてファンがピッチにガーってなだれ込んだ時に、もうどのクラブスタッフ、運営の人たちが、下がれ下がれとか、言っても下がんない大サポーターがピッチになだれ込んできた時にポドルスキーのこのバーンってこれだけでストップしましたよ何万人が覇気使ってでそれでサポーターたちいやこれは違うポドルスキーが言ってんだったら下がろう、って言ってそのまま下がったのは僕が見たんでうわすごいと思ってだってケルンにルーカス・ポドルスキーパークっていうのがあるポドルスキー選手のそういう設立した場所っていうのがあったりとか、もうやっぱ伝説の人なんだよ。3日目でロッカールームで裸になって踊ってたっていうのもポドルスキーが牧野池とかやれっていうのをやった時にあこの選手と一緒にいることで入っていけるなと思ったんですよなるほどね、はい、チームの中にそうなんで、うん、まあいい意味でコビウルゴマスって、うん、近寄って仲間をこうなんていうんですかこう、うん、作り上げていくっていうのはやってました、うん、僕まあそれ戦略的にはね、はい、必要なことチームの中での立ち位置も含めてね、うんうん、でね移籍初年度、うんまあ、5試合と、はい、なかなか出場機会に恵まれなかったと思うんだけど、はい、それは何が足りなかった、うん、いやもう一つや二つやなかったっすよ、うん、もうディフェンダーとしてのサイズももちろんそうですし、うんまあ、フィジカルもスピードもそうですけども、うん、全てにおいて足りないなっていうのは練習中から思ってました僕もライバルとなる選手たちが195、198とかだったんで
でもそういう選手でもめっちゃ足速いしめっちゃ強いじゃないですか。確かに。だからそういう選手たちにやっぱりこう渡り合っていかなきゃいけない時に自分がじゃあ何しなきゃいけないのかって考えてたらもう1年経ちました、ね、なるほど、はい、でね2012年、はい、これはさ物議を醸したんだけど、うん、浦和レッズへ移籍するわけでしょ、はいはい、これはきっかけは何だったの？まずヨーロッパの挑戦がある中で、うん、他のヨーロッパのチームからも実は話はもらったんですね。いろいろ考えたんですけども、うん、自分のヨーロッパに来た時の気持ちがその当時の気持ちとは真逆なものがあって、うん、サッカーを楽しんでヨーロッパ行ったのに今サッカー楽しめてないって思ったんですね、うん、で何を評価されてドイツに行ったかってことを考えた時に真逆のプレーをしてたんです僕、うん、攻撃大好き、点を取りに行くディフェンダーなのにゴールを守ってばかりのただボールが来たらクリアしてくださいっていうちょっとこう違うプレースタイルになってたので、こういうサッカーをしたいっていう気持ちはどこかっていうところをまず探しに行かなきゃいけなかったんですね。で、ヨーロッパのチームから話もあった時のそのチームの戦術が5バックの真ん中やってくれたとか残留争いをしてるので、もう守備的なサッカーって言われた時に今自分が求めてることじゃないなって思ったんですね。でそこで当時広島を契約満了になって浦和レッズに移籍っていうか、監督就任が決まったペトロビッチ監督から、まあ、電話もらいまして、うん、浦和一緒に来てくんないかっていう話をもらった時に、うんうん、一度断りはしたんですね。僕は帰るならサンフレッチェ広島だと思ってたんで、うん、自分でサンフレッチェの方に電話して、うん、森保さんと食事をして、うん、僕は一回広島に戻ってきたいっていう話をした時に、うん、ぜひ戻ってきてほしいけども、うん、もうそれが1月を超えてたので、うん、チームの編成も予算も全部決まってる状態だったんでサムレッチから取れないっていうことを言われて、うん、帰れないってなったんですよ。帰りたいけど帰れなくなった、うん、って時にもう一度断った浦和レッズペトロビッチ監督から連絡があって、うん、一緒にやろう、なるほど、って言われた時に、うん、今自分が忘れてるこの気持ちはペトロビッチ監督の下でやるともう一回思い出せると思って浦和レッズにレンタル移籍っていう形で移籍が決まりました。あれレンタルだったんだっけ？あれレンタルですよっていう流れがあったんで、まあ広島の方たちはもう裏切ったとかすごい言われるんですけど、そうですね、でもいいんですよ、もちろん裏切ったは裏切ったんですけど、うん、そういう話がね あったんですよ。なるほどね、はい、まあ確かに誤解というふうに捉えることもできるし、はい、いやいやそれでもっていうね、いろんな方のものの捉え方があると思うんですけど、はい、まあそういった事情もあったと。そうなんですよ。でね、はい、浦レッズはさ、はい、牧野にとってこうどんなチーム、うん、日本の中でも感じたことがないような自分を強くしてくれるクラブだなとは思います、うん、だって僕最初に浦和に移籍してご飯屋さん入った時に横に座ったお客さんに忘れませんけど、ここ遊びじゃないからって言われて言われたの。やっぱ僕ってその広島時代にゴールパフォーマンスをしたりだとか、うん、こう劇場型っていう感じで思われてたので、うん、だからそういう風に思われてたのはもう仕方ないですよ、うん、でこんなにもサッカーに溢れてる街なんだなと思った時に来てよかったと思いました、その時に。いや、やっぱりね、うん、初めてマキちゃんがこう来て、うん、試合後のパフォーマンスとかもいろいろこう企画してくれてたじゃん、はいはい、すごくいいなって思ったし、うわ嬉しいですね、はい、ね、だから終わってからさ、勝った後、ね、はい、みんなで歌うって、はい、それサポーターが歌ってるのを知ってて、うん、いや選手も一緒に歌おうよって、うん、やっぱこれね、牧野だからできたことだろうなって思うし、嬉しい、やっぱそういう視点で見てくれてたのね、レッズを変えてくれたなっていう。でもこれもものすごい批判があって、うん、よそもんが余計なこと言うなっていうのをすごい言われて、うん、一回会って話がしたいまで言われて、うん、もうそこまで言うんだったら俺だって話してやるわみたいなこともあったんですよ、うん、で話したの？してないです。してないかいこれなんでそういうことが結局行われなかったかって言ったら、これまでのレジェンドの方たちが試合勝った後に歌う儀式が好き、あの時間がすごい素敵なんですっていうのをみんなが取材エリアとかで言ったのが記事になるのを見て、サポーターたちがだったらっていうのを言ってくれたのを僕にくれたんですよ。あ、これまで背負ってきた方たちの言葉って強いなと思って、これ僕らがよそもんが来て楽しい最高って言っても多分伝わらなかったと思うんですけども、やっぱそうやってこれまでレッズを知ってる方たちがそうやって言ってくれるのがめちゃくちゃ嬉しくて。だって嬉しかったもん、
あって一緒にさ肩組んでみんなで歌うんだよ、うん、最初はね歌詞もうる覚えだったいや俺思ったもん、あれ先輩方は全然歌えてねえやんでここから日本代表について聞きたいんだけど、はい、まあそのね2010年入らず、はいはい、その後はね岡田監督の後にザッケローニさんになるわけだけど、うんはい、ザッケローニさんどんな監督なの？イタリア人でものすごく守備に重きを置いた方だとは思うんですけども、守備ってこういう風にやるんだとかっていうのを教えてくれた方ですね。じゃあすごく緻密なの？緻密ですね。ああ、でもいい選手は呼ぶんだけどもすぐ試合には使わないですね。ザッケローニ監督と仕事したのは3年半ぐらいなんですけども、うんうん、この3年半ほとんど A マッチには出てないです実は。はい、じゃあ、はい、その2010年の時、はい、よりも、うん、手応えはなかった？ないですね。もうそれはもう入らないだろうなって思ってた？思ってました。からあんまりその中継は見てたわけじゃない？見てはいましたよ。見てはいましたけど、やっぱりこのザッケローニ体制ってブラジル大会に行くメンバーで事前合宿もしてるので、あ、まあ、そこには僕行ってないので難しいだろうなっていう思いはありました正直。でこれ2度の落選でね、はい、感じたことってある、うん、落選で。小さい頃からの夢だったので、うん、ワールドカップに出たいとかね、やっぱそういう風な思いをこの8年分があるので、うん、何がダメなのかな、海外挑戦もしてダメだったし、うん、なんでできないんだろうなっていうのを改めて自分を知るきっかけにはなったので、うん、めちゃくちゃ挫折したとかどうしようってもがきはしなかったです。でも逆に、うんはい、このレッツっていう環境に身を置いてるんだからこそこのレッツでやれることはあるっていうのはずっと思ってやってました、ね。でそこでね、そのレッツやるしかないっていうところから、はい、15、16年、はい、どちらもチャンピオンシップで敗れて、うん、マキちゃんが思うその足りなかったところ。まあ僕もたくさんミスしましたし、自分の責任でやっぱ敗退した、タイトル取れなかったっていうのもありましたけども、うん、チームとしてもやれることは僕はもうやったと思うし、うん、選手個々のクオリティもものすごく高かったですけども、うん、勝負強さっていうところだけかなと思うんですけどね、はい、やっぱこの試合に勝ったらとかこのゴールを、はい、決めてたらっていうのはそこのあと一歩のところは足りなかったかもしれないですけど、うんうん、確かになんかよくね、あの分かりやすく爪が甘いとかね、うん、いう言葉はあるけど、はい、なんかやってる側からすると、はい、いいサッカーしてると思ってるし、うん、そうですね、まあ一人一人の一つ一つのプレーなのかもしれないけど、うんうん、まあ難しかったよね。そうですね。でね、うん、2018年、はい、ロシアワールドカップ、はい、これ初めてのワールドカップメンバー入りしたと思うんだけど、うんはい、これどこでその知らせを聞くの？発表があった時ってどうだった、うん、こんなにも自分の名前が呼ばれて嬉しくことはなかったですね。直前になってね、はい、こう控えにこう回るわけでしょ、はいはいはい、めちゃくちゃ辛かったっす。あの時出てないことを経験したことがすごい今までなかったのですごいいい経験したなと思って、まあその技能をね呼ぶ01でのボール回し、このままでいいって言われたんです。